メトロ路線の一つパリ交通公団が運営するパリの北、オーベルビリエサンドに両市の境界にあるフロンポピュレール駅と南のメリーディシー駅とを結ぶ。パリメトロ12号線は、パリのメトロ路線の一つで、セーヌサンドに県内のフロンポピュレール駅から、パリの北京付近のポルト・ドラ・シャペル駅を経由し、パリの南西に位置するメリーディシー駅に向かう。路線は、 サンラザール駅、コンコルド駅、アサンブレナシオナル駅など、パリの中心付近を南北に縦断する形で、伸びている。1910年11月5日、ノートルダムドロレット駅、ポルトドベルサイユ駅間が開業。1911年4月8日、ノートルダムドロレット駅から北方へ、ピガール駅まで延伸。1912年10月30日、 ピガール駅から北方へ、ジュール・ジョフラン駅まで延伸。1916年8月23日、ジュール・ジョフラン駅から北方へ、ポルト・ドラ・シャペル駅まで延伸。1934年3月24日、ポルト・ド・ベルサイユ駅から南方へ、メリー・ディシー駅まで延伸。2012年12月18日、ポルト・ドラ・シャペル駅から北方へ、フロン・ポピュレール駅まで延伸。 12号線北端は、セーヌ・サンドニ県、オーベル・ビリエシとサンドニシとの境界にあるフロン、ポピュレール駅である。路線は、そこから南下し、2012年まで北端であったポルトド、ラ・シャペル駅を経由して、マルクス・ドルモア駅で西に曲がる。サクレクール寺院の北西付近で南に寄れ、モンマルトル地区を縦断する。モンマルトル縦断工事の断面図さらに南に進んで、 ノートルダムドロレット駅付近を西に曲がり、サンラザール駅で再び南に寄れ、マドレーヌ駅、コンコルド駅を経由し、セーヌ川の下を潜り、アサンブレナシオナル駅、リュデュバック駅などを経て、モンパルナスビアンブニュ駅で、南西方向へ大きく曲がり、パリの南西に位置する終点のメリーディシー駅に至る。セーヌ川先行工事の、断面図セーヌ川先行工事の様子コンコルド駅、 ありがとうございます。